はい、テアンディ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。僕はあなたは新藤辰巳です、M1 グランプリ2024、準決勝30組が決まりました直後でございます。いや皆さんね、まあ先ほど生配信やっててね、あの、20時に TVer でちょうど動画がね、あの9分間の動画がバンって載るんですよ。生配信じゃなくて、だからこう早送りとか進めることができちゃうから、これ早く飛ばすのもできるけど、いや、やっぱりこれはこのままちゃんと9分きっちり見た方がいいなと。別に9分なんてそんな長いことはないからね。まあ見て、30組決まって、あとワイルドカードが誰になるかっていうことなんですが、まずこの30組をちょっと振り返ってみて、いや、だいぶ入れ替わってきたなと。そうなんだよね。だから M1 グランプリ準決勝に行けるレベルのネタってそんなずっと作り続けていることができないわけですよ。本当体が溜まってるうちに一気にライブやって、しかもその時に一気にライブやってる数と作ってるネタのクオリティと冷静さみたいのが常にね、共存してうまいこと作り上がるみたいなところがありますので、それがまあ選ばれたのがこのメンバーということでございまして、いやーすごいですね。まあ大阪組が少なくなってきたとか言いますけど、やっぱ上京していってる芸人も増えてきたのでね。じゃあ例えば紅生姜とかエルフとかはじゃあどっちに入れるのって、まあ準決勝こそ入れなかったけども、すごいテレビで活躍しておりますから、もう東京吉本所属ってなった時もう東京芸人みたいな扱いになるけど、大阪から来てもおりますしね。だから大阪で活動しながら東京の予選を受けないと大阪組みたいに思われないっていうところがちょっとなかなか難しいところなんで、結果的に大阪から東京に来るっていう流れがどうしてもね、我々はありますのでね、まあ、しょうがない。これ少なくなってくる時期もあったら、すごくまた若手がいっぱい増えてきたらそれはそれでまたいっぱい出てくるんだろうしって思うね。で今回初準決勝が意外といましたね。あの家族チャーハン19人、金魚番長でドンデコルテですかね、あとカラタチ、羊ネイリは一回あった気すんだよな。どうだったっけ、羊ネイリ意外と初かな。ちょっと待って調べよう、ちょっと気になるから。羊ネイリってね、じゃあの意外と行ってそうな気がすんだよな。意外と言ってるそうで言ってないっていうパターンもありますから、ちょっとどうかな。羊ネイリは、あ、初だ、準決勝初でした。意外と言ってんのかと思って言ってなかった。いや意外と思った人いるんじゃない、羊ネイリってあれ2回目だよねとか思って、いや意外と 初ですね、これ初でした。で例えば炎で、あれ風数やって風水屋は準決勝あるか、敗者復活、あでもいるね、うん、準決勝行ったことあるね。で今夜がもう星が綺麗、これユニットですよね、三福エンターテイメント昼奥村のね。でここは初で、では豆鉄砲でしょね、あと豪快キャプテンが1回行ってんだよね、確かね、行ってるよね。ちょっとこれ調べていい、豪快キャプテンも多分ここは1回行ってるような気がするんだよな。豪快意外と1回行ってんじゃねえかな。 M1 そうね、去年行ってるわ、去年準決勝行ってますね、豪快ジャプテンは、うん、ででバッテリーズは行ってるでしょ。でジョックロックかですね、あ多いですね、初準決勝がね。で去年やっぱり話題になったのがエバースナイチンゲルダンススタミナパンの3組じゃないかなとは思うんですよね、うん、あそれこそあれか、あれ入ってないのかな、ちょっと待ってね、あ獅子頭、この4組か、獅子頭が敗者復活から決勝に行ったんですよ。で、それこそ多分敗者復活のネタがすごい面白くて完成度高くて、それに対するお客さんの受け方も良かった、説得力があったんですね。この4組がやっぱ去年のなんか敗者復活のこう鍵を掴んでて、で去年決勝がさ
そこまで思ったほど盛り上がらなかった。だから、ね、逆に言うなら敗者復活がすごい盛り上がったっていうことでもあるんですけど、だから敗者復活のメンバーが非常に注目されてた年でもあったのかな。決勝はもちろん注目されてたと思いますけども、ここがちゃんと準決勝まで上がってきているっていうのがちょっと、うん、ここがまあ、ここが決勝行くかですよね。この4組が決勝行くかどうか。で、ラストイヤーのトム・ブラウン。ともう一組ぐらい多分いるんだよね多分ね、うん、ダンビラムーチョとかいたのかな、どうだとか、まあまあいいや、そこら辺はねちょっとわからないんでね、そうそう、ということでございましたね。いやーちょっとこれは激アツでした。でこれから皆さんはね、あのワイルドカード誰を押そうとか、えあそこ落ちたのとか、もうこれ名前出したら切れないぐらい、あそこは絶対受かってるだろう、あんだけの受けなのに落ちてるだろうが、多分俺の生配信でも見ていただければわかると思うのに、何組もいたんですよね。そうなってくると結局ね、詰まるところ、あれ笑いの量だけじゃ上げてくれないの、いやそう、笑いの量だけじゃ上げてくれないんだけど、結局お笑いなんで笑いの量は絶対的に必要な演出ではあるわけですよ。その中でどれを選ぶかってなった時に、まあすごい受けてるより、そこまで受けてない、受けてないっていうか受けてんだけど、ここに比べて受けてないけど、これはすごく決勝で見たいぞっていう人がいた時には、じゃあ合格どっちにするのって、こっちっていうところもあるから。でもそれは本当にそうかどうかはずっとわからないわけですよ。でこうなってた時に、この人がじゃあまあ決勝行けませんでした、準決勝行けませんでしたでもあるわけじゃん。で後にべ、な、決勝に上がった時に、このネタをやった時にものすごい反響する時ってあるから、これはね、難しいんだよね。その時見た時が、こっちの方が魅力的だったっていうのは間違いないんだよね、結局。毎年あるよね。これ、賞レース全てそうでしたよ。キングオブコントでもそうだし、R1 グランプリでもそう。ザ・セカンドでもそう。M1 グランプリでもそう。ね。ザ・W でもそうですから。これでいつもみんな引っかかって、それはもう僕もね、僕すらも引っかかりますよ。あれここ受かんないのかなみたいな、ここあれここ勝っていいだろう、でファンの人たちは絶対ここを受かんなきゃいけないだろうってやっぱ強く思うんですよね。でもしゃあないんですよ、もうこれもう毎年のことだし、これ審査員も結構頭を悩ませて選んだと思うんですよね。で逆にここなんで毎年準決勝残すのっていう人もひょっとして皆さんの中であるのかもしれないけど、そこは結局面白いから上がってるんですよ。これ難しいよね。だからそのなんつうのかな、審査員の言ってることも正しいだろうし、多分そのここ向かんないといけないって言ってる人が間違ってるっていうわけでもないと思うのよ。審査員も変わったらそのお客さんが言ってるここは上がるだろうって思うところが上がるようになることもあるだろうし、ここはねその時の印象だろうな。だから出順とかもねあると思いますよ。出順とか、ネタは多分むずいよね。でそれこそじゃあ準々決勝ですごい受けた人のネタね、そこまでハマりきらなかった人のネタ、出順変わったら逆転する可能性もあるんですよ。そうなってきた時に、じゃあ笑いの量だけでは比べられないですよねってなった時に、経験とイメージで審査をするっていうことはもちろんあるわけじゃない。だからそういうことで言うと、じゃあその準々決勝の笑いの量が絶対的な評価に値するものなのかって言った時に、これ難しいじゃん。でもお笑いライブだし、お笑いをやってて漫才やってその場で笑わすっていうのは非常に高等技術もあり、これはもうすごいことなんだろうけど、じゃあそれを受からせるのか、次じゃあ絶対受けるのかってなった時に、絶対受けるかどうかわからないじゃない。それは誰が見ても面白いなって思うネタでも受けない時もある。そういうネタをやっぱり散々僕も見てきたから難しいよ。だからこれ選ばれたっていうのもすごいし、やっぱいろんなタイミング運もあるんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。もちろんこの受かったこのメンバーはもちろんすごい、ネタもすごい作り上げて入ったっていう凄さもあるんだけどね。あとまあ事務所問題も
なんかここはこの事務所だから行かせたんだよとかもね、決勝とかになるとね、ようあったりとか、そういう話が実はあったんだよとかね、まことしやかに聞いたりとかする時もありますけど、そこはもう現場に自分がいないからもうわからんとしか言えないよね。あったんなら、ね、その枠を作ってたらよくないしね。でも今はもうないんじゃない、その枠だのなんだの言うほど、もうすごいお金稼げない時代だから、そんなことをしてうっかりバレた日にはそっちの方が損害でかいんじゃないかなっていうのもあるんで、ちゃんとガチで選んでると思いますよ、きっと。ガチの選び方が納得いかない人はそれはいいって、でもまたその納得しないっていう思いもすごい大事だと思うしね。なのでまあいいな、かっこいいなって思いましたね、ここ19に入ってきたかと。まあ上京する前から名前は聞いてたんで、やっぱ片鱗がある人はちゃんと残ってくなっていう、こいあいつあの人面白いよって、だから早くあの人面白いよって呼ばれるような芸人になっていきたいなと思う今日この頃でございました。非常に熱い気持ちが生まれてよかったですね。 M1 グランプリ準決勝30組決まりましたの、そんな動画でした。どうもありがとうございました。